シャガの腰古墳は和歌山県和歌山市木の本にある古墳。形状は前方公園墳。和歌山県指定史跡に指定され、出土品は和歌山県指定有形文化財に指定されている。1990年代初めに住宅開発による事前の発掘調査が行われ、その重要さから保存されることになった。墳丘森土内から、 国内唯一の金星のマガ玉が出土している。和歌山平野の北西部、泉山脈南側諸部の断球場に所在しており、東西にある、不山古墳、茶臼山古墳と共に、不山古墳群を形成している。低い墳球の一部が畑として工作されているたは、雑木林がまばらに生える草地の状態であった。墳球の周辺で、発掘調査がされた時、 噴球から流出した大量の埴輪片が出土したことがあり、また公園物素部が私屈調査されたことがある程度で本格的調査は行われたことはなかった。1988年に古墳の所在する場所で複数の開発業者により宅地開発の動きがあり、地元の和歌山市教育委員会は開発の断念を申し入れ協議を重ねた。しかしながら、 業者側の開発の意思は変わらず、宅地開発を前提とした全面発掘調査が行われることになった。1989年12月より調査が開始され、1991年まで3時に渡る発掘調査が行われた。その結果、断築の状況、吹きし、作り出しの存在などが明らかにされたが、埋葬施設は確認されなかった。しかしながら、 二次堆積層から金星マガ玉1個が出土し、発掘調査の進展とともに古墳への評価が高まり、各方面から古墳の保存と整備を求める要望書や陳情書が提出されるに至った。金星マガ玉は韓国の白木古墳などでは出土例はあるものの、国内の古墳では初の出土であった。これを受け、当時の和歌山市長は古墳の保存を表明し、 古墳のある場所を和歌山市が業者から買い取り、公有化されることとなった。東古墳湿度の金星マガ玉は中空の構造で長さ18ミリ、頭部計8ミリ、重さ1.6グラムで小ぶりながら精巧な作りである。被破壊の方法で分析したところ、30%以上の銀と微量の銅を含むことが分かった。これはほぼ16金に当たるという。 三時にわたる発掘調査とその後の保存整備の調査により、墳球の全長約86メートル、公園部直径約51メートル、前方部約62メートルあり、墳球の周囲には集合が存在したことが明らかとなった。集合を含めた全長は112メートルとなる。集合部分からは作り出し部から転落したと思われる、埴輪類が出土している。埴輪には、 円筒埴輪だけでなく家型埴輪や二形埴輪が出土しており、さらにキーでは初めて囲い形埴輪が出土している。囲い形埴輪は古墳時代の同水祭祀を忠実に表現したものと考えられる。集合の外底部の調査などで、外側に4から5メートルの溝が複数の箇所で検出されており、集合は二重であった可能性も指摘されている。 出土した埴輪などの資料から、築造時期は5世紀第3四半期と考えられる。斜賀の腰古墳は1994年、和歌山県指定史跡に指定され、古墳とその周囲は、古墳公園として整備されている。また金星マガ玉と、継承埴輪類を含む、出土品は、1995年、県指定有形文化財に指定されている。岩橋千塚古墳群。 ありがとうございます。